皆さんどうも、ガスケツです。はい、眠れるラジオ久しぶりでございますね。ちょっとポテチ食べますね。ソーダ飲みますね。僕ね、ソーダはね、今これ水野菜だ飲んでるんですけど、そのままだと甘すぎてちょっと嫌なんで、だいたいその炭酸水でね、だいたいもう半分ぐらいに割っちゃって飲むんですけどね。久しぶりですね。なんか前の前もお久しぶりですっていう話をした気がするんですよね。もうこの冒頭の時間はお久しぶりになってしまった理由を解説するコーナーとして続けていこうかなと思いましてね。ポテトチップス考えた人って天才だな。最近はね、まず遅くなってしまった理由の一つにパソコンが故障したってのがあるんですよね。アップデートしてる最中にパソコンを動かしたら固まってそのままつかなくなっちゃって、もうなんか、なんとかしたら修理できそうだったんですけど、ずっと新しいの買おうと思ってたし、いやと思って新しいパソコン買って、でまあしばらくその組み立て式のパソコンを買ったんで、ちょっと設定に手間取ったりとか、まあこういろいろしてるうちに、まあ時間が経ってしまったというか、まあまずそれが一つで、あとはね、仕事がちょっと忙しくなってしまって部署移動があったんですよね。で今まではさ、50人、40、50人、40、50、そんないるかな、3、40人っていうぐらいのチームだったんですけど、それが5人、5、6人のチームに移動になって、移動になったから、
単純に業務量増えたんですよね。うん、ただね、僕としては前の部署よりすごい楽しんでね、働くことができてるんで、全然いいんですけど、ただまあ終電帰りとかもあるような感じなんでね、なかなか家帰ってからあんまり動画がどうだとかっていう気力があんまないみたいなね。まあそんなこんなでちょっと遅くなってしまったんですけれども、眠れるラジオね、やっていこうかなと思いますよ、うん、はい、では眠れるラジオなんですけれども、よく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽聞いて気持ちよく寝落ちをしていただけたらなと思ってます。まあ、Android とかだとね、スリープタイマーっていう、オフタイマーのアプリとかがあったりとか、あと iPhone だとね、アラームの音を設定するメニューの中にですね、再生を停止っていうのがあると思うんで、それが多分オフタイマーになると思うんで、まあ、そんな感じでね、そういうのを使いながら、気持ちよく寝落ちしていただけたらなと、思っております。はい、それではしばらくヒーリング音楽の方をお聴きください。
ではね、今日はなんか最近感じたこととか感じた小さなこととかを話していこうかなと思うんですけど、最近さ、なんかツイッターでさ、なんか中学生か高校生とかのさ、なんかいじめの動画みたいなのがなんか結構拡散されてるのを見て、すごいなんかリツファボ数すごいなと思って、ああそう、ああこんなことがあるんだなって、みんな怒ってんなと思いながらそれを見てたんだけど、でもまあおそらくこんだけ話題になったら、ちょっと僕テレビ見ないんでわかんないんですけど、テレビですごい報道されてるのかちょっとわかんないですけど、こんだけ話題になったらきっとそのいじめをしている男の子はなんか、まあ、少年院とかに行ったりするのかなってことを思うんですけど、少年院って名前やめませんかって僕そう思うんですよね。少年院、世の中にはさ、なんか過去悪いことをしたとかそういうのをさ、なんかこう誇りに思っている人っているじゃないですか。それこそ少年革命家のお父さんとかさ、ハイサイマイドのお父さんとか、なんか昔暴走族やってて、どうのこうのみたいなことを言って、なんかこうそれを誇りに思ってるというかね、なんかそんなことを言う人もいるし、でもね僕思うんですけど、別にね昔悪かったって全然かっこいい子もなんともない、ずっと真面目に生きてきた人が一番かっこいいと思うんですけど、なんか世の中そういうところがありますよね。なんか昔悪かったっていうのが美談として取り扱われるというか、っていうのがあると思うんですよ。でそれこそその現役のヤンキーたちも絶対になんかこう、俺はこんな悪いことをしたっていうことで自慢して、まあきっと自分の勲章みたいな感じで言ってると思うんですよね。それって良くないことだなと。でまあ話は戻るんだけど、少年院ってなんかかっこいいんですよね、名前が。少年院、俺少年院いたんだよね。なんかちょっとかっこよいですよね。なんか、だからダメなんじゃないかと思うんですよ。だからその少年院に行くっていうことは勲章でもなんでもなくて、ものすごく恥ずかしいことなんだよっていうのを、定着させないといけないと思うんですよ。人間生きてて少年に行くなんて本当に恥ずかしいこと、恥だ、一生の恥だよってさせる必要があると思うから、少年院っていう名前やめて、なんかもっとなんかさ、なんだろうな、なんか仲良しポンポコポン少年団とかね、仲良しポンポコポン少年団とかっていう名前にしたら、いや俺さ少年院にいたんだよねじゃなくなるわけです。俺さ仲良しポンポコ少年団にいたんだよねってなるから、めっちゃかっこ悪いじゃないですか。仲良しポンポコポンクラブとか、うさちゃんぴょんぴょこ、うさちゃんぴょんぴょこスキップ、うさちゃんぴょんぴょこスキップスキップスキップ
ップしちゃうマンとかね、もうマンってなっちゃったけど、そう、いや俺うさちゃんぴょんぴょこスキップマンにいたんだよねみたいなさ、やっぱりそういうちょっとやっぱダサい名前にした方がいいんじゃないかなって思うんですよね。やっぱなんか、名前って大事だなと、なんか、ね、オレオレ詐欺とかも母さん助けて詐欺に名前変わったりとかしてますけど、あれは全然定着してないし全然関係ないですけどね今の話には。まあそんなことを思ったりとか、あとリリー・フランキーになりてえなってちょっと思いましたね最近。なんか僕の好きな作品、好きな映画とかドラマとかにはだいたいリリー・フランキーが出てくるんですよね。あの万引き家族だったりとか、あと僕はあのモテキがすごい好きなんですけど、敵にも出てくるし、あと最近何かと話題の全裸監督にも出てきましたし、なんかこのリリー・フランキーってさ、パッと見たらさ正直ちょっとこうもうなんかちょっともうハゲかかってる若干冴えないおじさんなんですけど、なんかそのファッション性とか言葉遣いとかからなんかこう色気があるみたいなね、俺はそれになりたいなと。そうだから何をしたらいいんだろうな。いやなんかそのモテ期でね、そのあんまり男性経験のない女性キャラに対してリリー・フランキーが そういう服着るときはねティーバッグ履くんだよっていうシーンがあって、多分それって他の人がやったら本当に気持ち悪いおじさんの発言なんですけど、なんかリリー・フランキーのそのなんかこう人柄みたいなところで全然こうなんて言うんだろう、むしろなんかこう色気を感じるシーンなんですよねすごく。俺もそれになりたいなと、ちょっとやってみようかなと思って今リリー・フランキーの下ネタ言ってるけど、なんかこう色気がある感じ、例えばなんだろうな、お尻どうすか今、俺今お尻って言いましたけど色気ありましたかね、色気。パンティーどうすか。これ僕後で自分で聞くんですけど、その時僕は何を感じるのかっていうのが今からすごく楽しみですね。そうラジオ、僕ラジオ撮るときって一回撮ってから一晩寝かせて次の日聞いてから編集してアップロードするんですよ。なんかその言葉遣いが大丈夫かなとか、なんかそういうのをチェックしてるんですけど、いつも多分今の僕のお尻とパンティのセリフがセリフをもう一回聞くことになると思うんですけど、まあ、そこで僕はその色気があると感じるのか、まあ、はたまた俺はリリー・フランキーになれないなと思うのか、こうご期待と、いった感じでございましょうか。はい、はい、というわけで、ヒーリング音楽をお聴きください。この後はですねシャッフル睡眠法のコーナーに、行きますので、眠れなかった方はそちらの方をお聞きください。
眠れないあなた、こんばんは。今日はシャッフル睡眠法というものを紹介します。今から僕が単語を言います。あなたはそれを想像してください。例えば僕がリンゴと言ったら、あなたはリンゴを想像してください。あなたがリンゴを食べている姿かもしれませんし、木になっているリンゴの姿かもしれません。何でも構いません。では始めましょう。かくれんぼ。目覚まし時計。新聞。地下鉄。電池。テレビ。サッカー。ミュージカル。中国。大統領。太陽。ディズニー。レンガ。ダンサー。ダーツ。テーマパーク。電球。
コンビニ。トランプ。警察。波乗り。お坊さん。狼。雪。冷蔵庫。ロシア。チワワ。ボクシング。美男子。散歩。ベッド。味噌汁。タクシー。木琴。勉強。プール。
パンダ。兵隊。頭蓋骨。ファッション誌。ピカチュウ。ニワトリ。絵日記。ビル。北海道。絆創膏。ゲームセンター。砂漠。パズル。キャンプ。アルバイト。理科室。アニメ。蛇。ベランダ。富士山。
鬼。天使。温泉。タイムマシン。授業。竜宮城。亀。車。地下室。本屋。岩。トイレ。温度計。うさぎ。習字。風船。キッチン。油絵。機関車。炭酸水。
健康診断。シャボン玉。脳みそ。幼稚園児。仕事。ヘリコプター。アフリカ。ミニカー。お風呂。ほうき。アイロン。美容室。大学。換気扇。お財布。武器。イヤホン。Wi-Fi。文化祭。マッサージ。
少林寺拳法。UFO。 テスト。蝶々。家。動画。信号機。発表会。アメリカ。お地蔵さん。スマートフォン。吹奏楽部。バスケットボール。スターバックス。コマーシャル。説明書。時計。バスツアー。男性。電気。
ホームラン。